おはようございます。今日はナスのくるくるオクラ巻き弁当を作ります。人参はもみじ型に抜いて、残りはきんぴら用、水と白だしを入れて600ワットで1分加熱。パプリカはきんぴら用に細切り。オクラは塩で板ずりをして産毛を取り、水で洗い流して600ワットで1分加熱。ナスは 2、3 ミリくらいの薄切りにして水にさらします。食感が美味しいので薄く切りすぎないようにします。じゃがいもとかぼちゃは様子を見ながら600ワットで2分から3分加熱。じゃがいもは潰しておきます。ナスは水気を拭いて小麦粉をまぶします。豚バラスライスをのせて塩コショウを振り、オクラを乗せてくるくる巻きます。きつく巻くとナスが割れるので、割れない程度に巻きます。先にナスをレンジで加熱して柔らかくしておくのもいいですね。巻き終わりを下にして焼きます。今日は甘めの卵焼きにしよう。ウインナーは3等分にして、しめじのかさと、パスタには油を少しかけて一緒に焼きます。パスタは焦げやすいので早めに取り出します。巻き終わりがしっかりくっついたら爪楊枝を外して、時々転がしながらまんべんなく焼きます。しめじは塩少々で味付け。かぼちゃにベーコンを巻いて焼きます。かぼちゃはレンチンしてあるのでさっと焼くだけ。じゃがいもにたらことマヨネーズを混ぜて、ちくわに切り込みを入れて詰めます。
おつまみにもおすすめ。粉チーズを振りかけてトースターで焼きます。さあ、ナスをテリテリにします。ナスがとろってりで最高。はい、おいしい。はい、最高。こっちも焼けました。パプリカをすっかり忘れていました。強めの火で炒めてパパッと作ります。胃腸の型抜きがないので家にあるものでなんとか作ってみます。たくあんで胃腸の歯ができました。とりあえず断面見せたがる。さあ、どんどん詰めます。落ち葉の道をイメージしてこの詰め方にしてみましたが、ウインナーにしめじの帽子をかぶせてパスタで留めたらどんぐり。いつもはご飯以外の空きスペースにおかずを自由に詰められるけれど、今日は小さな2部屋になっていて詰めるのが難しい。人参のもみじと たくあんの胃腸、秋のお弁当の完成。ご視聴ありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。またねー。